浜口く彦は、笠松競馬場に所属していた元騎手。最終所属厩舎は、松原義雄厩舎。愛称は、浜ちゃん、ハマー。ベテランながらダイナミックな追い方を見せていた。好きな戦法は、高位雑誌。勝負服は白色。三重県生まれ。初騎乗は、安藤光明。 勝美兄弟と同じ1976年10月20日で同日に初勝利を挙げた。安藤兄弟などがリーディング争いをしていた時期も着実に勝ち倉を重ね、2006年度は109勝を記録。115勝の東川正則に次いで笠松のリーディング2位になった。2009年は兵庫ジュニアグランプリでラブミーちゃんに帰場し、ダートグレード競争初勝利。 その後12月16日に、ラブミーちゃんで全日本2歳優秀も制覇し、GIQ 競争で初勝利。この年、地方競馬在籍で唯一の GIQ 競争勝利機種となった。JRA での起場は年に数回と多くなかったが、2006年10月にはスーパージョッキーズトライアルで優勝し、12月に阪神競馬場で行われた第20回。 ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場すると、第3戦、ゴールデンサドルトロフィーにおいて、アドマイアディーノに起場し、勝利を挙げるなど、76戦3勝の成績を残した。2013年10月25日の笠松競馬第、10競争での栄心マギーが、最後の起場となり、同年11月6日に、心筋拘束のため死去。53歳没。 地方競馬での生涯成績は19,420戦2,560勝。2009年全日本に最優秀にて、ありがとうございます。